なんかね、グローバリズムってのがあるんですけども、うん、特に金融とか為替の世界って、あの、まあ、情報がすごく大事なんですよね。でも逆に言うと情報に踊らされてしまうこともあったり、どれがどういうことかっていうと、まあ、アメリカで銀行の破綻がありましたよね。うん、あの、シリコンバレーバンクみたいなところの破綻があって、その破綻の情報をいち早くキャッチしたところ、やばいぞ。預金者のお金が吹っ飛んだぞ。と 連鎖倒産があるるるんんじゃなないいかとと思っていろんな債権を引き上げるとするしますよねそうすると、うん、資産の保全ができたような気がしてその後の情報でまあ預金者の資金は全部アメリカがあの保証しますよって言ったら一気に危険度がなくなって引き上げた債権っていうのはまあ言ってみれば安値で老媒売,売りしたってことになるんですよね。でその後 その預金者のお金が保護されたっていうことで預金者がね安心して別の投資を始めたとしたら実は値上がりする直前だったみたいなことがあってうんだから本当情報が早ければいいのか遅ければいいのかっていう問題も結構あってですねうん早すぎても接続するし情報っていうのは変化するんで最新の情報をつかめばいいってもんじゃなくて5秒後10秒後1日後にどう変化するかってことも見極めなきゃいけないのかなとそういう意味で言うとその。 なんだろね、ネットの情報っていうのは自分が扱える範囲で見なければ扱えない情報まで見ちゃうと判断誤ることになるんだろうなと思いますよね。だからガーシーなんてねあのインターネット知らない人にとってみたら何のことやそれはみたいな感じですよね。それをわざわざテレビで報じるからあガーシーっていう人がいて悪い人なのかなみたいな誤解をするとそ,れでその誤解を狙ってテレビ放送をするっていうねこのいやらしさもあるんですよね。 直接 YouTube 見たら、まあ、YouTube は今バンされてますけども直接じゃあガーシーさんに会って、うん、自分の受けた印象はどうなのかなって考えるとまだ全く違ったものになるでしょうねきっとね、うん、それよりもあのっ越した綾野剛とかそのまま東なんてあの16歳未満の少女に引行もしてますからねそのまま東さんね同じ東でもこっちの方が随分悪質なと国際指名手配しなくちゃいけないってことになりますねということでいってらっしゃい